どうもこちゃこちゃとひなあられ大好きこっちです。よろしくお願いします。はい、今日は10個のガチャガチャ開封していきたいなと思います。はい、昨日ひな祭りということで、皆さんどうでしたか？ひな祭りの何チラシ寿司とかさ、そういうの食べたんかなと思って、うちんちもね、何毎年実家ではひな祭りの日にチラシ寿司とかあられとか食べてた。うん、こっちんちも？こっちの家はちっちゃい時はあんまり覚えてへんけど、妹ができてからは、まあ、絶対やってるはずやから、うんうんうん、ケーキとかも食べてた。あ、ケーキもあった、うん、あった。では早速ガチャガチャ開封していきましょう。これではどうぞ。こちゃこちゃ1個目オープン。ラインナップはこちら、リカ、スタイリッシュ、ロールコレクショング、ミニチュアパッケージコレクション、オリーブペプラムスタイル、カプチーノワンピーススタイル、フルールデートスタイル、カーキラフィネスタイル、ゴシックノワールスタイル。さあ、今回だったのはカプチーノワンピーススタイル。こんな感じでめっちゃリカちゃんのさ、このワンピースかわいい。パッケージもこんな感じゴールドでめっちゃシンプルでいいやん。で、後ろはこんな感じでスタイルのこの何説明とか書いてある。開けたらこんな感じでプラチックの入れ物にリカちゃんが入ってます。で、よく見たら箱もすごいなんか可愛らしいバラの景色があって可愛いわ。こんな感じでリカちゃんでした。2個目オープン。ラインナップはこちら、ロッテマスコットチャーム2023パッケージ、コアラのマーチ1号、プレミアムガーナダークミルク、トッポザショコラ、パイの実冬のチョコパイ。私が送ったのはトッポザショコラ。はい、こんな感じで横にトッポついてんねんけど、普通のトッポよりさ、ザショコラやからちょっと黒っぽい茶色っていう感じがする。で、こちら普通のさ、トッポやったら持ってんねんけど、ザ・ショコラのガチャガチャって初めて。こんな感じで、おぉ、すごい、ほろ苦い大人の味わいやって。で、こんな感じでね、文字のやつもちゃんとあって、いいですね。こんな感じで、トッポでした。3個目、オープン。ラインナップはこちら、ソース付きフライドポテトマスコット、ケチャップ、バーベキュー、マスタード、タルタルソース、スイートチリ。さあ、今回当たったのは、バーベキューソースが当たりました。こんな感じで、パッケージは紙になってるわ。で、ポテトはなんか、プラチックになってます。で、パッケージもちょっとね、なんか、アメリカンじゃないけどさ、カラフルなパッケージになってます。で、横にはバーベキューソースの入れ物があります。裏はこんな感じでなってます。こんな感じでバーベキューソースでした。4つ目。オープン。ラインナップはこちら。ミスミトモコ監修。小さな手土産ミニチュアコレクション2。カエルまんじゅう。チョウバーム。ニシキモミジ。カステラ。元祖ベニーモタルト。あ、しもがれたな。元祖ベニーモタルト。これは沖縄のお土産ですね。こういう感じで箱のパッケージのやつになっております。そしてこんな感じでベニーモタルトのお菓子も2個ついてます。こっちが上でこっちが下面ね。こんな感じですね。で、こっちの箱開けれんねんけど、これ開けたら、はい、ベニーモタルト中に入ってるよっていう感じ。これはな、ベニーモタルトがあのパッケージに包装されてる感じやねんけど、2個繋がったやつが2個ある。こんな感じです。袋に包装されてるって感じの。こんな感じで、ベニーモタルトでした。5個目オープン。ラインナップはこちら、モグラ、土の中の真実。モグラ A B C D レア。さあ、今回当たったのは C の方当たりました。で、モ
モグラってさ、なんか顔しか見たことないやん。で、体がこんななってるらしい。めっちゃムキムキやん。なんちゅう台風やっていう台風になってんねんけど。で、こんな感じで背中もね、めっちゃムキムキになってます。こんな感じでモグラでした。おっ、ごめん。オープン。ラインナップはこちら。レトロ銭湯キーチェーン2、男湯、女湯、公衆浴場、湯屋、スチームサウナ、スーパー銭湯。話し今回だったのは、スチームサウナ。こちらキーチェーンということで、なんか分厚めのさ、アクリルみたいな感じに、スチームサウナ37って書いてある。こんな感じです。超シンプルなキーチェーン。見た目がレトロ感あっていいね。こんな感じで、スチームサウナでした。7個目。ラインナップはこちら。ファンタおつまみマスコット、柿の種、醤油、わさび、アーモンドフィッシュ、ピーナッツ、皮付き、ピーナッツ、バター。さあ、今回当たったのは柿の種、わさびの方当たりました。こんな感じで三角のパッケージになってます。で、超辛いわさびって書いてある。こんな感じでね、中に辛いわさびの柿の種が入ってるらしいわ。ほら、すごいリアルやな、中も。全部が透明やから、どっから見てもさ、中身が見えるところがいいな。こんな感じで柿の種でした。8個目。オープン。ラインアップはこちら。ミカサバレーボールストラップ。欧州チャンピオンリーグ公式試合支給。日本混合バレーボール公式試合級。スマイルバレーボール旧国際大会公式試合級。国際バレーボール連盟が主催する国際大会唯一の公式試合級。あたし本当だったな。国際バレーボール連盟が主催する国際大会唯一の公式試合級。こんな感じで、まあ、バレーボールやねんけど、いいですね。この黄色と青の感じな。ザ・バレーボールって感じするな。で、ちゃんとミカサのな、あのボールやねんな。で、国際バレーボール連盟が主催する国際大会唯一の公式試合級ってことはなんか珍しいんかな。このバレーボールのことに関してはさ、全然詳しくないから分からへんねんけど、こんな感じでバレーボールでした。9個目。オープン。ラインナップはこちら。ランチパックブック、ピーナス、卵、ツナマヨネーズ、いちごジャム&マーガリン。さあ、今回買ったのは卵の方当たりました。こんな感じでパッケージがすごい可愛い。ブックっていうことで、すごいこんな感じの分厚めのガチャガチャです。で、開けるとこんな感じ。こういうサッシが入ってて、こういう、見て、すごい細かいのが、めっちゃランチパックについて書いてある。で、またこの箱を開けると、じゃーん。こんな感じでミニチュアチャームが入ってました。すごい、これ自体は透明で、パンもめっちゃ硬いけど、めっちゃいいやんな、こういうのも。で、ストラップには卵をイメージした黄色のストラップも付いてました。こんな感じでランチパックでした。ラスト、オープン。ラインナップはこちら。幸運の神様ビリケンさんマスコット、金、銀、赤、青、黄。果たしてこの柄だったのは銀。これは幸運アップって書いてあったな。やったぜ。みんな知ってる？これビリケンさん、大阪で有名なやつ。こんな感じで座布団ついてて、で、座布団の上に座らせる感じね、ビリケンさん。で、このビリケンさんはこんな感じですね、座ってますね。で、これな、金属っぽいな。ちょっとな、重いし、多分金属でできてるんちゃうかなと思います。これを飾って毎日拝んでたら幸運が舞い降りてきそうですね。こんな感じでビリケンさんでした。はい、こんな感じで10個のガチャガチャ開封していきました。今回どう？
今回はちょっと面白い系のさ、なんかモグラ当たったりとかビリケンファン当たったりとかしたな。うん。で、私が今回いいなと思ったのは、はい、こちら沖縄のさ、お土産のベニーモータルトです。うち結構さ、こういうさ、何？お土産系のガチャガチャが好きでさ、で、今回うちの好きなベニーモータルトが当たったってことでめっちゃ嬉しくてこれにしました。こっちが今回いいなと思ったのは、こっちが今回いいなと思ったのはこちらのバレーボールです。やっぱスポーツ好きやからさ、こういうボールとか結構惹かれんねんな。結構リアルやねんな、このバレーボール。ちょっとな、硬いっていうのがあれやねんけど、これがさ、ちょっとプニッとしてたらよりボール感があって良かったんじゃないかなと思います。皆さんもね、こういうポーズが好きな人とかさ、なんかこういう何、お土産系が好きな人とか、またガチャガチャ一体がいっぱいあるので、ぜひ行ってみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、評価よろしくお願いします。それでは。